と30分ぐらいで全部準備していかなきゃっていう。今日は一日ダラダラしてました。だって疲れてたんだもん。ちょっとネットフリックス見ちゃったね。ということでちょっと急いで準備します。メイクします。なんかちょっと肌が荒れだした。もう、いつもと同じですよ。いつもこんな感じですよ。エクセル、最近はね、このエクセルのアイシャドウにちょっとね、緑色のラメを足すの、シュウエモのめっちゃ可愛いんですよ。これちょっとなんか夏のメイクかなと思ったけど、なんか秋もいけそうな素敵な緑です。これをちょっと中心にだけポンポンポンって乗っけて、そうするとちょっと違くなって、いいね。ティッシュとかって、ティッシュないから、その辺のティッシュ、その辺のティッシュがもうこういうズボラのとこ見せていこうと思ってね。どんどん出していこう。シンガーソングライターだから眉毛、眉毛だよ、眉毛。マックです。もうめっちゃ適当にこう、おじさんに会うだけだから大好きなおじさんたちとね、定例会みたいな感じでご飯するだけだからいいの。こうやってなんか急いで適当にやった時もうまくいくことはあるよね。なんかいつもと違うけど、なんかいい感じにできたみたいな。そういうのなんていうの、棚からぼた餅。リップ。もうリップが乾燥して、そうしちゃって。これお姉ちゃんがすごくおすすめしてくれた。なんか多分カプサイシンとか入ってる系かな。リップエンス。あ！アトゥサイス。なんて読むのか分かんないけど、これ妹もついこの間おすすめしてくれた。恥ずかしい、エテュセだって全然読み方違かった。これもだ、私エテュセの2つ持ってた。そう、これ最近妹がおすすめしてくれた眉アイブロウなんだけど、なんかね、あの毛が生えてないところに塗ってもなんか毛が生えてるみたいに綺麗にいるんだって。あ、ちょっとわかる、今眉頭足したんです。眉毛薄い人とか剃って形を整えてる人とかいたら、確かにすごく自然に剃ったって感じじゃないですね。あ、ちょっとやばい、太さが違くなっちゃった。次はもうピッピッ、一方向にこう、こうです。はい、ちょっと濃いね今日眉毛。ここからあの目、アイライン引けば、アイライン引けば、で、これはワンデータトゥー。おじさん2人とかさ、今言ったけどさ、10個くらい上か。おじさんです。おじさんってまで言っていいかな。もう私ももうおばさんって言われてもおかしくない年齢なんですけど、だからこそ言わせていただきます。もう兄ちゃんみたいな感じなんだけど、おじさんです。愛すべきおじさん、本当に感謝してます、おじさんに。可愛い人たちなんです。とても、そしてめっちゃいい人で、めっちゃ応援してくれてて大好きなんです。仲間って感じね。はい。なんかあんまり指を汚したくないから、本当はこれがすごい気に入ってるんですけど、暗
フレドポーのチーク。でも指が汚れるのが今嫌なので、ティッシュが近くにないので、このもう一つのお気に入りセルボーク。ああ、その前にファンデなんか、でもファンデを薄く、今顎は調子悪いけど、顎以外はまあそんなに調子悪くないから薄く。はい、終わり。最近このさ、でっかいさブラシを手に入れて早送りみたい。でっかいブラシを手に入れて、これが結構いいんですよね。ムラがなくできるっていうか、これ早送りのモノマネです。頭おかしく見えるぞ。はい、やりながら片付けもしていくスタイルですね。パッ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 と。で、私は最近、ネイルのところでゆかさんって方にね、ネイルをやってもらってるんですけど、ネイルと同時にですね、まつげパーマも一緒にやってもらっていて、めっちゃ気に入って、これもう2回目ですね、まつげパーマ。持ちはね、どんぐらいなんだろう、2ヶ月に1回。まだだって全然あもう落ちてない感じがしてる。まつげって意外とさ早変わってんだよね。まつげパーマ私はかなり気に入ってますね。うん、もうなんかいい感じじゃない。チャイルドっていう香水がめちゃくちゃおすすめで、日本に売ってない。私は LA で買いました。めっちゃいい香り。こうお姉さんがですね、はーいみたいな感じでお店に行ったら、とってもセクシーでムラムラする感じの香りでしょみたいな感じで言ってきて、本当にめちゃめちゃいい香りで、本当だって言ってもうその場で買って、で日本でつけてたら、もういろんな人にこれどこの香水ってめっちゃ聞かれるようになって、いい香りでしょって言って本当におすすめ。あ、そうなんですよ。でちょっとこの今日ね、インクをね入れようとしたの、万年筆に。そしたらちょっとこぼれちゃって手がすごいことになっちゃった。はい、じゃあちょっと荷物、持ち物をですね、持ち物チェック。最近はこのカバンを使ってます。これはラルフローレンポロのです。ここがなんかカチッて閉まるやつで、これみんなどうやって開けるのってね、これシークレットです。じゃあ私がやれば簡単に開きますこれすごい気に入ってます。何が入ってるかというと、お財布、これはコーチのちっちゃい財布です。なんかカバンちっちゃいことも増えたなと思って、これが充電するためのものです。でも今見たら中にコードがなくなってたので、どこに置いたっけと思って、別のバッグのこっちだ。あ、バッテリー切れてる、切れちゃった。コード持ってきます。コード私こう8の字で巻いてます。いつもこの8の字巻きっていうのはね、ミュージシャンたちが多分みんな知ってると思うんだけどもう頭回んない、喋れない、やりながら喋れない。この巻き方っていうのは、あれシールドあるじゃん、シールド、ライブとかでさ、こうギターとかにブスッと刺すあの線、コード、あれシールドっていうんだけど、あれをこう回すときにこの八の字巻きっていうのをするんですよ。なんか表裏表裏みたいな感じで、ちょっと特別な巻き方をするとこうほどくときに絶対絡まらないんです。八の字巻きしたこのコード、こんな風に、そうなんです、めちゃくちゃ便利なので、私はこれ普段使いにめちゃめちゃ活用してます。あとイヤホン、 AirPods もあるんですけど、これイヤホン入れてるんですけど、イヤホンはこういう風にしてます。でこれもなんか私は TikTok で見たんですけど、巻き方みたいな、こうやってイエーイみたいにするんですよ。こうやって
で その時にこの中指と薬指の間にこのイヤホンの先端を入れて、で曲げるでしょ。したらこの人差し指と小指に8の字巻きするんです。本当に8の字を描くようにこうやって、でここ最後余ったところちょっとくるくるってここに入れて、まあ、もう小指とか外してくるくるってこの穴に入れると、するとこれもサラサラってほどけてめっちゃおすすめです。というなぜか DMW の入れ物にイヤホン入れに入れてます。なんでイヤホンとエアポッツ両方持ってるかっていうと、飛行機の中でこの Bluetooth の接続ができないんですよね。ダメだから2つ持ち歩いてます。あと充電が切れそうっていう時やっぱこのエアポッツ、そう、あとは消毒スプレーを持ち歩いてます。これでなんか自分の指をシュシュってやったりとか、あとその辺のものにもみんなのためになるでしょと思ってシュッシュって吹きかけてます。あとはハンドクリームとマヌカハニー。最近ちょっと手が荒れててね。で藤村さんのミラーです。ペン、これ買ったばかりだからなんかこの1枚だと剥がす。紳士なノートっていうか、毎回このノート使ってるの最近。もうこれ4冊目ぐらいですね。1年に1回ぐらい買い替えてます。このまだ何も書いてないんだけど、紳士なノート、これ何でもメモできるようにそのメモを持ち歩いてて、前回のがもういい感じだったので。あとは紙ゴム、ちょっとたるんじゃってる、あ、ちょっと汚かった、髪の毛ついてたんだけどたるんでこんなボロボロになってる使ってます。ちょっとこの根性がついてるあの紙ゴムが好きなんだけど、なんかすぐこうやってビヨンってなっちゃうから、こっちはなんか結んでるんだけどなんか汚い、ちょっとこのゴムを変えたいですね。今日もこの紙ゴムで縛ろうかなと思って、編み込み、なんかおばあちゃんがこの髪型やってて、私は下手くそなんですけど、編み込みこれで合ってんのかなと思いながらいつもって多分まあ形になってるからいいでしょう。できた、こんな感じ。これであとなんかもみもみみたいな、もみもみみたいな感じですね。はい、なんかこんな感じ。マスクなんか予備のやつここに入ってて、でも基本的には布マスクをしようかなって思ってます。でもゴミ片付けよう、ゴミとりあえず作れないとこ、マイボトル、これちょっと水入れ直す。私が普段使ってるエコバッグです。なんかカバンがちっちゃいから便利です。じゃあちょっと水入れてきます。カバンの中に入れて、これがあれば準備 OK ですね。で、間に合いそう、よかった、30分で全部終わったわ。あとは何が必要かというと、マスクとハンカチだ。風呂場に干してた。はい、ハンカチここに入れて、マスクは妹が誕生日に買ってくれたキーンのマスクです。なんかすごくキーンはエシカルな会社なんですよ。とってもキーンってアウトドアの靴とか売ってるブランドで、私もキーンの靴持ってるんですけど、登山靴とても気に入って使ってます。しかも形もすごくこだわってるし、そもそもなんかそういうアウトドア系のブランドということで、ここの通気性だったりとか素材とか本当いいものをちゃんと使ってるということで、あと形本当にね良くて、鼻がこうすごくここに隙間があるんですよ。だから息めっちゃしやすいし、化粧も結構崩れづらいです。
なんか人によっては形がいいからこうほっそりして見えるみたいな、そういう風に言ってる子も多いそうですよ。なんか寂しいからピアスをしよう。自分で作ったネックレスを持ってきました。指輪もつけました。ターコイズのピアス。下北沢にあるホワイトバッファローというところにピアス行った。あ、お父さんがくれた。たらーん、お父さんが誕生日にくれました。時計、ハミルトン、ハミルトンの時計です。とっても気に入ってます。はい、携帯でさ、ネットフリックスとか見ててさ、見えなくなるんだよね。ちょっと一回外そうその時計のところが見えなくなって、今何時だろう。でもなんかこう画面押すの嫌だなと思った時とか、パッ、やっぱ携帯を一回出してパッて見るのって結構手間だなと思って、それよりもうピッてこう裾をさ、ピッてめくった時にここに時計があるってすごく今気に入ってますそういえば今リップ潤しただけだよね。でもマスクするからな、それでもリップをつけるか悩むよね。悩みどころ、あ、でもここに入ってないや。あ、最近気に入ってるリップ、リップにもなるやつなんですけど、これセルボークの、インフィニトリーカラーってやつで2番。これフェイスカラー、アイカラー、チークカラー、口紅、何でもいけちゃうんですよ。で、私は最近これを口紅として使うのも結構気に入ってます。シャイニー、So shinyインクをこぼした時に使ったティッシュで、さっきも使ったティッシュで、ティッシュなんてその辺でやるとピッてやっちゃいますね。 OK、 白い歯がいい感じですね。最近ね、歯のケア3ヶ月に1回必ず検診に行って歯医者さんに行ってるんですけど、歯茎がどん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 こういい感じになっていってて、それまでもうちゃんと歯磨きしてたんですけど、なんかフロスとか、なんていうの、この間に出る針金のなんかたわしみたいなやつあるじゃないですかあのブラシとかをもっとこまめにするようになったら、めちゃめちゃ歯茎が引き締まって、本当に調子いいんですよ。すごくいい感じです。絶対フロスとかみんなもやった方がいいよ。なんかこの間見たんですよね、 YouTube を。外国で育った方が日本人って日本に来たら結構みんな口が臭いっていうのが有名らしくて、すごいショックで、それ聞いた時。でもそれはあれなんだって、海外では保険がね、歯医者さんとか行くことになったらすごいお金がかかるから、絶対虫歯にならないように気をつけなさいよって、もうそうやってずっとちっちゃい頃から言われてるから、フロスもするし、フロスってあの糸ね、フロスもするし、それが習慣づいてるらしいんだけど、日本ってさ、みんな歯ブラシだけじゃん。歯ブラシしか大体しませんよね、あんまり。でも糸でこうちゃんと隙間の歯垢を取っていく、あと歯と歯の間のこの三角のところ、歯茎のそこの汚れをちゃんと取る、ブラシとかで取るっていうことがちょっとめんどくさいんですけど、ほとんどの歯周病だったりとか虫歯を予防できるということで、もう私たちね、最近は手も洗わなきゃいけないし、うがいもこまめにしなきゃいけないし大変だけど、ちょっとまあその流れで、そのついでにでもいいです、いいと思います。フロス始めてみてはいかがでしょうかなんかもう歯医者さんみたいだね、これつけてたらいや本当にね、自分の口臭とかも全く気にならなくなった気がする。うん、あと青のりとか詰まってもちょっとこううがいしたりとか、爪楊枝でなんか簡単に取れるっていうか、なんかすごくベースがしっかり、綺麗な歯、綺麗な口のベースが整っ
たんだなっていうのと、整ってなかったんだなっていうことを実感してですね、さらにもうレベルめちゃめちゃ上がりました。今なら自信を持って至近距離で人と話せます。はい、じゃあ行こうかな。上着、今みんなどんな上着着てるの？あ、トレンチ。はい、こんな感じで行きたいと思います。オレンジが効いてるでしょ。オレンジとこのブルーがすごく好きです。それじゃあ行ってきます。